コエッティさんって何者ですか、うん、あと友達に紹介するためのいい紹介文を教えてください。でも何者って聞かれるんですけど、普通の人だし僕。あマジで。何者に見えてるのよ。ほんまに。確かにね。ね。何者かって言われたら YouTuber っていうのを知ってる。そう、YouTuber です。だから YouTuber って変やんか、みんな。ああ、なんとも言えないですけど。僕の会ってきた YouTuber もれなく変ですよ。コムドットヤマトも変やったし、バンバーズの儀式も変やったし。それなんか、変でな、なんか天才的な意味のね、はいはい、ものもあるんですけど、はい、僕も変なんやろ、多分。なるほど。うん、そんな感じじゃない。だから、友達紹介するとき変な人やる。ダメです、ダメです。もっといい文考えましょう。まあ一応、順序としては、コヤッキーチャンネル、うん、ワンピースのチャンネルが先にやってたんですよね。うんうんうん、そうそう、だから僕もともとブロガーなんで、アメブロでね、そのワンピースのフィギュアをたくさん紹介するためにやってたんですけど、そこで僕考えたのは、ただの自慢をする必要ないと思っていて、僕は海外とかに行った時に、部屋が広いやん、もちろん海外って。日本が狭いっていうのはなんとかわかるよね。で、それなんで広いかって言ったら、別に家族構成なんか別に向こうもこっちも同じなわけやん。別に暮らそうと思ったら日本の間取りでも暮らしていけるわけですよ。はい、まあ外国人の方の方がタップがあったりとか、幅もあるから、ちょっと大きめにっていうのはわかるんやけど、僕向こうで家をね、借りたんですけど、でその時にめっちゃ広いな、こう何に使うのこのスペースって言ったら、メイドさんの部屋ですとか。へー。で、向こうってメイドさんを雇うことが当たり前なんだよ。なるほど。結構ね。だからそういうメイドさんの部屋がここなんです。でもなんか壁こう無駄にめっちゃでかいやん、みたいな。ここ何するんですかって言ったら、絵を飾るために決まってるじゃないですか。わー、なるほど。そう、向こうって、壁に落書きとかしてもいいんだよね。あ、そう、もちろん、国によってそれは違うと思うけど。はい、はい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 。そう、なんか、向こうって芸術にすごい関心があるから、はい、絵を描けるために工事しますとか、穴開けます。あ、OK なのよね。へー。そう。それ当たり前のために、その絵を飾るものを置く空間みたいなのもちゃんとあるんですよ。はい。最初から。うんうん、で日本だけですよ。収納ないか、こう、タンスを置く場所があるんですよ。なるほど。そう。まあ、最近はちょっとわかんないけど。だそういうことを見たときに、フィギュアを買うのはみんなできるんやけど、うん、はい、飾ることってみんなあんま考えないんだよ、うん。そう、だから飾ることをテーマにブログを書いてる人が一人もあんまいなかったから、はい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 、僕は買ったフィギュアをどうやったらみんなにとって気持ちよく見れるんだろうっていうテーマで始めたんですよ。当時は本当にお金もそんな余裕もなくって、はいはいはい、コーナー行って自分で木買ってきて削って、で、塗装して、こうやったらチョッパーマンのフィギュア消すか。そうですね。今後ろに飾ってる。あるんですけど、はい、できますよとか、平面に飾るような棚を作ったりとか、壁を無駄に、スペースを無駄にしない飾り方をしたりとか、まあ、いろんなものを考えて、発信したのが好評だったんですよ。なるほど。で、それで、アメブロのフィギュアランキング1位とかを取った時に、たまたまそのバンプレストの方に見てもらって、フィギュアプロデューサーっていうところの道へこう進んでいくんですけど、うん、なんだろうな、何かしらやったら、行動したら結果って出るんですよ。はいはいはい。うまくいかないっていうのも結果だし、うん、うまくいくってことも結果じゃないですか。うん、僕は良かれと思ってワンピースのフィギュアのことを紹介したことが自分にとって大きい人生のターニングポイントになったと思っていて、うん、そこからどんどんもっとじゃあ良くしていくためにはってなって、今は多分ブログよりも YouTube の方がユーザーが多くなったって聞いてるんで、うん、じゃあそっちで紹介した方がいいわけじゃないですか。でもいきなりフィギュアばっかりを紹介してもそんなに数字は伸びないと。うん、じゃあちゃんとワンピースそのものの良さでちゃんと訴求して、自分に影響力がついたら徐々にまたフィギュアに戻していこうと思って、今そういう段階なんです。なるほど。そうです。だから、どういうふうに紹介するかって言ったら、ワンピースめっちゃ好きで、別に、ワンピースが得意って僕は思ってないです。うん、もう、のすけさんとかね、すごい人たくさんいるから。はい。だから僕、フィギュアに関しては、わりかし好き度が高いんで、うん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 、フィギュア慣れ金やったら僕はね、本当に1位を取りに行く自信はある。はい。ただ、ワンピースもフィギュアもそうなんだけど、マウントを取るための道具でもないし、うん、知識をですね、ひけらかすものでもないと思ってるんで、自分が好きなレベルの中で楽しんでほしい、うん。で、その中で、行き切りすぎて、YouTube 始めてるやばいやついるよっていう紹介がいいと思うんですよね。なるほど。そう。ただ、このモンボさんの場合は、小安田から。そう、小安田なので、小安田っていうかね、都市伝説は、怖いもの、不思議なものが多いんですよね、普通は。で、僕たちは、それを友達に明日話したくなるような、テンションで、言いたいんですよね。うん。東野くんとの掛け合いをすごく大事にしてるのは、重い雰囲気になってほしくない。はいはい。じゃあ、例えばなんか今のこのご時世とか戦争とか話した後ってちょっと重くなるじゃないですか。うん、はい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 。でも、話した後でちゃんとスッキリするまでいかないけども、うん、楽しかった、そうなんだって、ちゃんとその後、普通になんかマクドとか行けるぐらいのテンションになれるエンタメに僕らはしてるつもりなので、そういう風に明るくポップな都市伝説聞きたくないみたいな。なるほど、なるほど。感じで言ってもらえたら嬉しいですよね、僕は。
なるほど。見て暗い気持ちで終わらない都市伝説だよっていう紹介がもしかしたらいいかもしれない、うん。そうなんです。そんな感じで、もうちょっと、あとは適当に考えてください、はい。はい。ということです、はい。はい。ありがとうございます。